いやすごい、駐車場がすごい広いよね。あとなんかね、オブジェでね、足跡っていうの、謎の足跡がありますよ。巨大な足跡があります。こんにちは、宇崎塚です。今日は長野県にある道の駅お坂田公園に行ってます。何これ、見て、こう高ぼっち草競馬、なんでぼっちなのぼっち競馬っていうの。なんか食堂がすごいでかいね。1階がカフェで2階がレストランになってるな。なんか自然博物館とか書いてあるぞ。パターゴルフ、ゴーカート。階段上がれば直売店があるのかな。これが自然光博物館。受付が4時半まで、5時終了。あ、マジか。入れない。自然博物館でした。直売店？直売店がある。わっさー、桃とネクタリンの愛の子。わっさー、わっさーってさ、What's up の英語でさ、最近どうよっていうのがさ、 What's up っていうなんか単語なんだけど、英語的な発音をするとわっさー、わっさーって、わっさーって聞こえるんだよね。だからわっさーって外国人の前でわっさーって言うと、最近どうよって、そういうなんか意味らしい。ワイン、お酒、ワインがすげえいっぱいある。なんか山梨がワインかなと思ってたけど、長野のワインも美味しい。レジの隣にスタンプがあった。てってれーん、ご当地グルメ。レストランはね、山賊焼き丼みたいなのが有名というか推してたね。山賊丼推しだった。奥にはこのショップなんだろう、パターゴルフとゴーカート。平日なんですから。あ、そうなんですね。一応5時までなんですからね。あ、5時までなんですね、はい、あ、結構広いんですね。はあ、意外となんかゴルフが広いね。なんか公園の向こう側、道路の向こう側もでっかいゴルフ場だったけどね。こっちもこっちはこっちで結構広いゴルフ場があるんだね。お水がありました。一周300円でゴーカート乗れるって。え、これはゴーカートとかもできる感じなんですか。もう今日は終わりですけど、はい、あ、なるほど。明日とか、ね、明日ぐるぐる回るんですか。何台ぐらいあるんですかね。いや、10台は変わりました。10台ぐらいあるんですね、なるほど。それ交換しますかね。おお、明るい。さすが LED。 おお、明るい。